今日はみんな大好きティラノサウルスレックスの話をするぜ。やったー、やっぱり古代生物の王様と言ったらティラノサウルスレックスよね。でも人気があるからいろんな説が出てきて混乱しちゃうわ。人気があるだけに、研究も多いからな。今回はそんな絶対王者ティラノサウルスレックスの情報を、わかりやすくまとめてみたぜ。最新の姿にも触れているから、ティラノサウルスレックスをよく知る人も楽しめると思うぜ。すごいわ、早速始めましょう。まずはティラノサウルスレックスの基本情報から確認していこう。なお、ここから先は便宜上ティラノサウルスレックスを、ティラノサウルスと呼ぶが、すべてレックス種のことだからよろしく頼むぜ。了解したわ。ティラノサウルスが生息していたのは、約6800万年前から約6600万年前の中生代白亜紀末期の北アメリカ大陸だ。学名は古代ギリシャ語との造語で暴君トカゲという意味を持つぜ。ちなみに小種名のレックスは王という意味だな。何回聞いても王者にふさわしいかっこいい名前だわ。分類としては有番目獣脚類ティラノサウルス科に属すぜ。全長は最大で約13メートル、最大体重は約7トンと、獣脚類の中でも最大級の大きさを誇るんだ。ものすごい大きさね。ティラノサウルスの特徴といえば、なんといってもこの巨大な頭部だな。頭骨長は胴長の 47% もの大きさで、重さは筋肉を含めると 500kg もあったんだ。この巨大な頭骨と顎による攻撃力は凄まじく、推定方法により多少上下するが、そのパワーは 3.5 から 5.7 トンほどとされるぜ。骨ごと噛み砕くなんて想像以上のパワーだわ。この攻撃力と引き換えに、ティラノサウルスの目は小さくなったと言われているんだぜ。強靭な顎の筋肉を確保するため、眼球を収める穴が代償的に狭まったと言われているんだ。へえ、そんな理由があったのか。この他にもティラノサウルスにはよく話題になる特徴がたくさんあるから、続いてはそんなテーマを一つずつ解説していくぜ。霊夢は何か気になる話題はあるか？そうね。やっぱり小さい前足のことが気になるかしら。なるほどな。じゃあまずはその話をしていこう。ティラノサウルスの前足が短いことは有名だが、実際13メートルもの全長に対し、腕の長さはたった1メートルもないんだ。これは、人間でいうと身長180センチメートルの人の腕が約12センチメートルなのと同じくらいなんだぜ。いかにティラノサウルスの腕が短いかわかるわね。そうだな。19世紀末に、ティラノサウルスの化石が初めて見つかった時には、体に対する腕の大きさが小さすぎて、同じ個体のものではないと考えられたほどだからな。確かに初見でこんなに腕が短い生物だとは思わないわよね。また、ティラノサウルスの祖先は獲物を掴む上で最適な長い腕を、持っていたことがわかっている。つまり、進化の過程で、どんどん腕を短くしていったことになるんだ。それは一体、なぜだろうな？それがわかったら苦労しないわよ。早く教えてちょうだい。草食動物はミネラル類を摂取するため、死んだ動物の骨を食べることがあるんだ。それと同じようにティラノサウルスの巨大な頭部と顎、そして強力な攻撃力は、噛み砕いたいものの骨からミネラルなどを摂取するためではないか、という研究もあるんだ。ふんふん、それで？こうした攻撃力を得るためには大量の筋肉をつける必要があり、頭部も巨大化せざるを得ないということだな。そんな巨大な頭部とバランスを取るため、両腕が小さくなっていったと考えられているんだぜ。へえ、小さな前足にはそんな理由があったのか。また、ティラノサウルスの赤ちゃんは大型犬ほどの大きさだったようだが、成長速度が速い割に性成熟に達するまでは長くかかったようなんだ。その成長速度と頭部や顎、口、歯の成長とのアンバランスが、両腕を奇形的に小さくしていったのではないかという説もあるぜ。頭が重くなるなら、尻尾を重くしてバランスを取るんじゃダメなのかしら？確かにそれでもバランスは取れるだろうな。だが、体の一部を巨大化させるということはそれだけ維持するコストがかかる。だが小さくする戦略を取れば、むしろコストは少なく抑えられるため、有利だと考えられるぜ。なるほどね、大きさを維持するコストなんて考えたことがなかったわ。また、研究者たちは腕が小さくなった理由とは別に、そのしょぼい腕を何に使っていたのかについても様々な説を唱えたぜ。しょぼい腕？まあ確かにそうだけど、最初期の説は交尾の際にメスを固定するとメグとして機能したというものだ。その後も地面から立ち上がる時の支え、獲物を押さえつける、など様々な説が登場し、中には腕には全く機能がないので気にする必要はない、なんて意見まで飛び出したんだぜ。研究者たちの困惑っぷりがよくわかるわね。このように、研究者たちはティラノサウルスの腕があまりにしょぼく、腕を使う用事がなかったからますます退化したと考えていたようだな。これらを踏まえ食事中に腕を噛みちぎられないため、なんて説も出てきたぜ。確かティラノサウルスは群れで狩りをしたって説もあったものね。
確かにそうだとしたら間違って噛みちぎられることもありそうだわ。これは、使わないから小さくなったというより、彼らには腕が大きいことにデメリットすらあったという考えだな。とはいえ、使わないから退化したにしても、ティラノサウルスの体格に対する腕のサイズ変化は極端すぎる印象がある。それが一番の謎よね。だがティラノサウルスの腕は、体の大きさに比べれば小さく見えるが、化石として発見される標本の多くで、人と同じくらいか 1.5 倍くらいの大きさがあるんだ。そう考えると結構な大きさね。腕についている筋肉量から推定すると、彼らは人の約 3.5 倍にあたる、180kg ほどを引き上げる力を持っていたようだ。また、獣脚類は基本的に両腕の可動域が、かなり狭かったと考えられているが、ティラノサウルスは関節の作りから、もう少し自由度が高かったのではないかという研究もあるぜ。つまり、しょぼい腕は意外としょぼくなかったかもってこと？この小さな両腕についての結論はまだ出ていないが、ある時は交尾に、ある時は立ち上げる際に体を支え、ある時は獲物を抑え込むというように、いろいろな用途に使っていたのかもな。もしかすると、両腕がなくなるっていうティラノサウルスの進化の途中で、あの大絶滅が起きたのかもしれないわね。そうかもしれないな。続いては移動速度についてだ。ティラノサウルスの歩行走行速度についてはまだ論争中で、様々な説が提唱されているが、その最大の原因は、彼らの速さを示す足跡化石が見つかっていないことにあるんだ。ティラノサウルスの足跡って全然見つかってないの？いや、足跡化石そのものは発見されてはいるが歩幅がわからないんだ。加えて、走るのには不利な巨体を持ちながら、足の速い恐竜の特徴である、アークとメタターサルを合わせ持っているという矛盾があるため、さらに議論を呼んでいるんだぜ。確かにそれじゃ走るのが速いのか遅いのかわからないわ。2007年頃までの論文では、ティラノサウルスの移動速度は、時速 18km から 54km とされている。これはジュラシックパークのように、たとえ車であっても、アクロであれば追いつかれてしまう可能性がある速度だ。ティラノサウルスの走る速さってそのくらいのイメージが強いわよね。だが、2017年7月に発表された論文では、この時考慮されていなかった。ティラノサウルスの骨の耐久度を検証項目として新たに取り入れたんだ。骨の耐久度？それを考慮するとどうなったの？その結果、ティラノサウルスが時速 19km 以上で走行すると、走行時にかかる力に耐えられずに足の骨がバラバラになってしまうはずで、ティラノサウルスの最高移動速度は、高く見積もっても時速 27km 前後だったと結論付けられたんだぜ。足の骨がバラバラに、確かにティラノサウルスは巨体だけど、そんなに負担がかかっちゃうの？さらに最新の研究が2021年に発表されているぜ。これは歩く時に揺れるおの固有振動数からティラノサウルスの好ましい歩行速度を、歩行運動学的に検証するというものだ。この結果、ティラノサウルスにとって、適切な歩行速度は平均で時速 4.8km だとされたんだ。時速 4.8km って人が歩く速さと同じくらいじゃない？また、獲物を取るために必要な場合でさえもできる限り走ることは避け、早歩きで済ませていたというからすごいよな。ティラノサウルスは私たちが映画から想像するよりも、ずっとのんびりやな生き物だったのかもしれないぜ。ティラノサウルスのイメージがちょっと変わっちゃうわね。これらの研究に基づけば、現時点でのティラノサウルスの移動速度は、最大でも時速 27km で、しかも滅多に走らないので、人類最速の男、ウサインボルトの時速 37.58km なら余裕だし、一般人でも陸上部程度の足の速さがあれば逃げ切れる可能性が十分にあるんだぜ。これでいつティラノサウルスに追いかけられても安心ね。追いかけられる予定があるみたいに言うな。恐竜で知能が高いといえば、ベロキラプトルあたりのイメージが強いかもしれないが、もしかするとティラノサウルスも負けていなかったかもしれないんだぜ。でもどうやって絶滅した恐竜の知能を測るの？恐竜の知能を測定するのは、当然ながら簡単なことじゃないぜ。研究者たちは、恐竜の知能を示す指標として EQ という値を使ったんだ。これは体重に対して、脳がどれだけ重いかで知能レベルを推測するものだな。その方法は聞いたことあるわ。だが、多くの動物では体の大きさと脳の大きさは別々に進化するため、EQ が正確な知能を示すとは言い難いという声もあったんだ。そこで今回はより信頼できる指標を求めて、大脳皮質のニューロン密度に注目したんだぜ。大脳皮質の、ニューロン密度？なんだか難しそうな言葉が出てきたわね。大脳皮質というのは大脳の表面で、あのシワシワの部分だな。ほとんどの知的タスクに関わる重要な領域なんだぜ。研究者たちは、脳のサイズではなく、大脳皮質にどれだけの神経細胞が、
詰まっているかで、その生物の知能レベルが推測できると考えているんだ。なるほどね。なんとなく理解できたわ。でも、恐竜はもう絶滅してるし脳みそは化石にならないわよね。ところがどっこい、近年、鳥類と哺乳類の大脳皮質におけるニューロン密度が、爬虫類と比較して非常に高いことを示す大規模データが発表されたんだ。現代の鳥類は、ティラノサウルスを含む絶滅した獣脚類の子孫だったよな。そうだけど、まさかそこから恐竜のニューロン密度がわかっちゃうの？そのまさかだ、この大規模データと恐竜の推定能量を組み合わせて、ニューロン密度を推定できる方程式が作られたんだぜ。はぁ、あ、頭がいい人たちの考えることは本当にすごいわね。その結果、ティラノサウルスの大脳皮質のニューロン数は33億個と推定され、現代の皮脂に匹敵することが明らかになったんだ。参考までに、人の大脳皮質のニューロン数は約160億、チンパンジーは約80億、ニホンザルは約50億だぜ。へぇ、思っていたより知能が高そうね。私もそう思うぜ。この結果、ティラノサウルスは強靭な肉体だけでなく、ヒナミの知能を合わせ持っていた可能性があるとされているんだ。あの大きな体と攻撃力だけじゃなくて頭も良かったなんて最強すぎるわ。ただし、もちろん恐竜の知能については大脳皮質のニューロン密度だけじゃなく、もっと多くの物証が必要だ。これからの研究が楽しみってことね。さて、最後はティラノサウルスの復元姿の変遷と最新の姿を紹介するぜ。まずティラノサウルスの復元姿だが、これは研究によってかなり変わってきている。まずは姿勢だ。約40年前の最初期のティラノサウルスは、体を直立し、尾が地面についている姿が主流だったんだぜ。私にはあんまり馴染みがない姿ね。なんだかゴジラみたい。その後発表されたのが頭、背中、尾が一直線となっている水平型だ。現在はこちらが主流となっているな。この姿勢は素早く効率よく移動したり、重い体を支えたりできたため、恐竜が大型化できた理由の一つとされているぜ。うんうん。こっちの方がよく見るティラノサウルスのイメージだわ。二つ目は羽毛の有無だ。最初は、大型であるティラノサウルスの仲間には、羽毛が生えていないと考えられていた。これは巨大な体にとっては、保温よりも熱を逃がすことが重要になるためだな。体が大きいと、羽毛で保温する必要がなくなるのか。その通りだ。だが、2012年に発表されたユーティラヌスの発見により、大型のティラノサウルスの仲間にも、羽毛が生えていた可能性が出てきたんだ。そのため、この頃のティラノサウルスの復元姿では、羽毛で覆われた姿が多く描かれたぜ。わあ、確かになんだか見覚えがある姿ばっかりだわ。だが、今のところティラノサウルスの化石で羽毛の痕跡が確認されたものはない。そのため、幼体の時は羽毛で覆われていた可能性はあるが、成長とともに失われていき、生体では羽毛が残っていたとしても、頭から首の後ろ、背中にかけての一部のみではないかとされているぜ。とりあえず全身もふもふ姿は回避されたのね。現在の復元姿に関する最新の研究は、2023年3月に発表されたものだな。霊夢は、ティラノサウルスの口元といえばどんなイメージがある？そうね。やっぱりむき出しになった恐ろしい歯、みたいな感じかしら。そうだよな。だが、研究者たちによれば実際のティラノサウルスには、原生のトカゲのように歯を覆う唇があったというんだ。え、唇？一体どういうこと？今回の研究では、ティラノサウルスからベロキラプトルなど、様々な大きさの恐竜の頭蓋骨や歯の大きさを、原生のトカゲやワニの解剖学的構造と比較したんだ。そしたらどうなったの？すると、ティラノサウルスの歯はとても長く見えるが、頭蓋骨との比率では現在のオオトカゲと変わらなかった。つまり、特別に大きな唇がなくても、十分に歯を覆えたはずだと考えたんだ。でも歯を覆えたかどうかと、実際唇があったかは関係ないんじゃない？恐竜の歯はエナメル質が比較的薄く、もし常に空気にさらされていれば、すぐに乾いてしまったはずなんだ。だが、発見されたティラノサウルスの歯にはそれほど摩耗が見られない。そのため、唇によって歯の水分と機能が保たれていたと考えられているんだな。なるほどね、歯が常に丸出しだったら、乾燥してもっとボロボロになっていたかも、ってことか。そういうことだ。今回の研究を参考に新たに作られた復元姿がこちらだが、剥き出しだった歯が唇で覆われ、若干マイルドになった印象じゃないか？確かにちょっとお上品な口元になったかもしれないわ。綺麗なティラノサウルスって感じだわ。アップデートの度に様々な姿が描かれるティラノサウルスだけに、今後も新たな姿を見られるのが楽しみだな。本当にそうね。このように、発見当時からティラノサウルスは、多くの人々や研究者の注目を集め続ける存在なんだな。今後もティラノサウルスの最新情報を伝えていくから、楽しみにしていてくれよな。
何度聞いてもやっぱりかっこいいわね、ティラノサウルス。今後の研究でどんな姿になっていくのかも楽しみだわ。最近のアップデートはモフモフになってみたり、牙が隠れたり、どんどん可愛くなっていってるのが気になるけどな。私は可愛い系もありだと思うけどね。